感染者だ。次の座標へ急ごう。このままじゃまず光学迷彩を使おう。ここなら安全だ。感染症の症状、写真を撮っておこう。自由シティか。もう4年分、街の様子も大きく、旅行気分でやりたくなるもんな。しかし、人体実験に関わる目標に向かおう。ラボ131、裏で生物兵器。うわさ、まあこそうね。まずは屋上から潜入する。ターゲットは2階にある実験ブロックと地下1階のサーバ室。証拠を見つけたら安全。もしセキュリティにバレたら1階のターゲットに着く前に見つけ、まあ高額って。このまま行くか。まずは屋上から潜入。ターゲットは2階にある実験ブロックと地下1階のサーバ室。証拠を見つけたら安全。もしセキュリティにバレたらターゲットに着く前に見つけられたら失敗。まあこうで、このまま行くか。
パスワードはこれでサーバー室データをすべて3あっちへ行けばきっと決定的な証拠特別実処理プロセスなし人体実験の秘密化け物これはそれよりこれくらいでやばいあんまずい屋上1階から逃げよう。
ここなら出られる。